します。こちらこそよろしくお願いします。失礼いたします。よいしょ。今夜もよろしくお願いします。収録開始していきます。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーでキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上では今9月の30日なんですけど、はい、28日羽衣祭り実は行ったんですよ。ああ、来てましたね。ありがとうございます。うんで、ちょっと旦那が壊れそうになったので、そそくさと帰りました。どうですか？楽しめました？うん、楽しめた、楽しめた。よかったです。もう、キャスも見ながら、もう、生も見て、みたいな感じで。まあ、雨も降ってたんで、ちょっと盛り上がりかけるかなと思ったんですけど、いざ始まれば。まあね。なかなか盛り上がってましたね。うんうん。最後ら辺はもう、なんか私、ちょっと誕生日だったんで、はい、ラーメン食べに行ったりとか、あの、今やってるんですけど、プレゼントのイヤホンじゃない、ヘッドホンを買ってもらうためにちょっと出かけたので、見れなかったんですけど。ツイキャスをご覧の皆さんは、今日からサチーさんが、はい。マイヘッドホンを、マイヘッドホンを使用しております。では番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ。@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。B ダッシュで、とんがりキッズです。どうぞ。懐かしいですね。懐かしいね。ちなみにこれ、鼻声バージョンっていう。鼻声バージョン？はい。鼻声で収録したそうです。あらまあ。あの、オリジナルが鼻声バージョン。ああ、お、ひふみさん、ポッキンチョ。ポッキンチョ兄さん来た。ひふみさん、大丈夫ね、足を。マジで。いまだに正体不明のとんがりキッズ。ああ、確かに、カープボーイさんが毎旦の読まれてた。山内さんのメール。朝。聞いてましたよ。ナルトラさんも読まれてたんじゃなかったかな。早すぎるかもよ、B ダッシュ。どっちるかもよ。大丈夫じゃないから休されてるんじゃん。だよや。B ダッシュ。懐かしい。B ダッシュ。懐かしいですね。ゲームといえばこれって感じだから、私はもう。あと、あれとかもいいですよ。あの、何ですか？ポップテピビックのアニメの主題歌の曲もちょっとゲームっぽい音です。あ、そうなの？今日ゲームで探したら、やっぱりマリオかなと思ったから、なんかないかな、まあ、一番確かにテーマ的には B ダッシュいいと思います。うん、ね。だからもうこれしかないなと思って。バリバリ音使ってますからね。うん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 。めっちゃ使ってる。
あと個人的に好きなのはあれですね、エアーマンが倒せないです、ね。あー、なんか聞いたことあるよ。聞いたことあるよ。ロックマンの BGM に合わせて歌う。ビーダッシュ。ビーダッシュ。意外とゲーム縛りでも音楽っていっぱいあるんだよな。ある。意外にあるんだよ。ゲーム音楽 DJ とかやってみても面白いかもしれない。ああ。アニソン DJ がいるぐらいだよね。昨日も見たでしょ。懐かしい。お、まさしさん、ありがとう、アイテム。ちょっと行くか。アイテム、ありがとう。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。いいか、いいか。ビーダッシュ、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 ビーダッシュ。お聞きいただいたのは B' でとんがりキッズでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマはおすすめのゲームです。というのも、旦那のリクカイクーさんが、最近、なんだろう、桃鉄にハマっておりまして、はい、全くもって私にはゲームをさせてくれません。一緒にやったらいいなぁ。そう、もう一人でさ、めっちゃやってるわけ、桃鉄を、はい。で、たまに私に来るんだけど、私はもうなんかめんどくさいなぁと思いながらやってるから、他のゲームちょっとやりたいなと思って。特に桃鉄なんかみんなでできるゲームですからね。まあまあまあ、スイッチだからやってるの。テレビでも落とそうと思えばできるんだけど、はい、めんどくさいんでしょうね。有機EL 使ってるから、はい、なおさらなんかもう画面に集中してるんですよ。そう、ずーっとやってるから。私もなんかやりたいなぁと思って、ちょっとおすすめのゲームをちょっと皆さんにお聞きしようと思いますよ。いいですね。キャスの方が来てますので紹介したいと思います。カープボイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン！台風が来てる。日曜日、民謡、秋祭り大丈夫かな？心配だな。して、水曜日頑張ってね。ん？何を？ああ、はいはいはい、思い出した。一瞬何の話かと思ってしまった。ああ、勝ち抜きクイズの話ね、カープボーイさん。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。ひふみさん来ております。こんばん、ポッキンチョ。ポッキンチョ。カープボーイさん、朝の泣いたので山内さんのメール読まれたねーって来てます。確かに私も聞いてました。送ったけど私はボツだったけどね。あ、いいや、別に、それはそれで。別に、って感じだけど。武蔵さん、サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょーい。こんばんは、しょーい。しょーい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。昨晩はツイキャス生配信お疲れ様でした。そうなんです、私、ツイキャス生配信をやりまして、オンエアの、直後に、キャスを開けて配信してました。ラジオ配信で。
遅くなりましたが、サッチーさんお誕生日おめでとうございます。と来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。アイテムもありがとう。カープボイさん、ゲームといえば昔、ゲームウォッチで、巨大きた子のやつ、あと、ドンキーコング降りた、なるほど。ドンキーコング確かにあった、昔。今あるのかな、ソフトって。スーファミはあった気がするけど。はい。あと、マリオブラザーズとゴルフだったかな、最初に買ったソフト。ああ。確かに、ドンキーコングは面白い。うん。いいね。ひふみさん。今週のひふみーずばーには、ラジオ沖縄でラジオカーリポーターのレッツゴー中曽根さん。おー。テーマ、トゥーマッチ？当たってます？中曽根さんから、あの、通訳さんの話や、キー局では話せない、ひふみずばでしか話せない話をしてくれるよーって来てますね。なんと。なんと。面白そうですね。神回になるんじゃね、うん、毎回神回ですけどね。まあ、毎回神回だけど。ひふみさん毎回神なんで。うん、うん。神回ですけど。神回だけど。確かに言えてる。言えてる言えてる。ひふみずば一回出てみたいと思うけど、私の時絶対、絶対喋らんはずと思ってる。あ、そうだよ。ひふみさん、あれ、毎日、Facebook と X に、花とか、あと、誕生日の時に見たんですけど、この誕生酒、はいはい、を載せてたので、なんとなく誕生酒載ってるのかなと思ったら、はい、ちゃんときっかり載ってました。私、9月28日の、この誕生酒が、はい、ピーチウーロンでしたね。おお、わかりやすい。わかりやすい。バーに行ったらピーチウーロン飲んじゃいますね。飲むね。確実飲むね。僕の誕生酒、なかなかないお酒だったんで。なんだろう。ラズールっていうお酒。なんじゃそりゃ。グレープフルーツのリキュールですね。おお、まあ。探してみて、まあ自分用で買うのもありだな、なんて思ってますけどもね。はいはいはい。カープボイさん。つむつむは、小刻みモーリー、未だにやってるらしいよ。らしいね。何年前からやってるんだろう、と来てます。私も一時期つむつむはまってて、やってたんですけど、あまりにも、なんだろう、点数がいかないから、途中で諦めました。ちょっと待ってくださいよ。なんか今日はツイキャスがすごい来てるので、ちょっと後でしようかなと思うんですけど、いや。パパヤ沖縄 T シャツ屋さんから来ております。ドラクエの新作に合わせてハードを買ってて、11月に PS5 を買おうと思ったら値上げして諦めました。こんにちは。こんにちは。PS5! どうなんだろうって私思うんだよね。上等なんかな、やっぱり。PS5 ですか？うん。あ、いいですよ、やっぱり。私、なんとかスイッチを買ったけど、みたいな。でも、お高いですからね。高いよ。でも、僕、やっぱり VR ゲームに憧れがありまして、ね。はいはいはい。PS5。まあ、エースコンバットが出たら買うかなっていう感じですかね。あー。戦闘機のゲームだ。はいはいはい。あれが VR でできるならやりたいです。おー。ひふみさん、沖縄、おすすめのゲーム、大人なゲームでもいいなら、バックギャモンかな？イギリスのロゴクゲーム。スゴロクゲーム。スゴロクゲーム。スゴロクゲーム。ってことは、桃鉄とかに似てる感じですかね。スゴロクか。スゴロク。そうだね。桃鉄みたいな感じだもんね。カブボさん、桃鉄ってある一人でやって楽しいのかなって。楽しいのかな？あ、でもあれ、結局、桃鉄ってコンピューター相手にできるから、はい、楽しいっちゃ楽しいのよ。うん。うん、カープボイさん、土曜日誕生日って言ってた。あ、私です。私。うん。誕生日おめでとう。84年生まれって言ったら、ちょうど僕の10歳下。え、そうなの？
小橋川響さんと同じ年です。確かに言えてる。言えてる、言えてる。うん、そう、あの、ラジオ沖縄のアナウンサーの小橋川響アナ。はい。小田校出身なんですけど。先輩。聞いたよ、私。出身校は違うけど、沖縄市で一緒だねーっていう話で、ちょっとも一時期盛り上がりました、二人で。親近感湧くねーって。湧きますね。うん。そう、そうなの。まさしさん、テーマおすすめのゲーム、格闘ゲームでストリートファイターシリーズ、キング・オブ・ファイターズシリーズ、SMK VS、なん、ん？カプコン、マリオカード8、パワープロ、2022、パワープロ2024か2025、ファミスタ、テトリス、ぷよぷよとかおすすめですね。おー、結構されてますね。するね。私、ぷよぷよも一時期ハマってました。ぷよぷよと確かに面白いですね。あ、しかも国体競技ですからね。あ、そうなの？ぷよぷよと、グランツイリスモと、はいはいはい。あと一つなんだっけな、三つぐらいあるんですけど。ああ、そうなんだ、ね。国体の、あの、この e スポーツの国体競技の種目ですね、うんうんうん。はいはいはい。ひふみさん、ピーチウーロン、酒言葉はスムーズな生活ができる冒険者。私も見て、そうなのかーって思ってたんだけど。DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。フリーダムラジオ、アットワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。今週のテーマおすすめのゲームですが、アーケードゲームになりますが、ワニワニパニックです。ゲームセンターにたまに遊びに行きます。1回100円で遊べます。と来てますね。ワニワニパニック、懐かしい。あの、しょっちゅう叩いてストレス発散するっていうね。ワニワニパニック。うん。うん、懐かしいですね。懐かしいね。あれ、結構やって、あーって途中でなるんだよね、私。ワニワニパニックとか、あと、ワニを叩くやつとか。うんうんうん。ある。いろいろ、モグラ叩きゲームみたいな感じのでしょ。そう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 。ね、モグラ叩きも懐かしいんじゃない？懐かしいですね。めっちゃ。ピコンピコンですよ、モグラ。そう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 。なんか、キャスが今日すごいコメント来てるな。まさしさん、PS5 本体、13,000円一気に値上げはきついね。うん、確かに。ひふみさんが、あ、バックギャラモンはボードゲームだよ。ボードゲーム。うん。まさに、あれですね。すごろくなので。うんうん。桃鉄。桃鉄みたいな感じですけど、まあ、ちゃんとボードでやるっていうのを作る。あれじゃない、人生ゲームみたいな感じ。じゃない？沖縄大好きさん、ドラゴンボールの格闘ゲームも面白いっすって来てますね。ドラゴンボールに格闘ゲームってあるんだ。初めて知ったんだけど。ありますよ。あるんだ。はい。へぇー。そうなのね。格闘ゲーム、ワンピースとかもありましたしね。マリオもありましたしね。そうなんだ。はい。結構人気なアニメーションは結構出がちです。ほぉー。沖縄大好きさん、個人的にラブライブサンシャインのゲームもお気に入りっす。確か PS5 だったかな。フェス AC も PS4 から遊べるゲームなので、ラブライバーにとってはプレイしたいって来てますね。おー。パパヤ沖縄 T シャツ屋さん、さんつけるのはあれだね。暇つぶしのゲームなら、スマホのポイ活のアプリのやつが、ちょうどいいかも。今月だけで6000円近く稼いでる。すごっ。そんなにポイ活でゲームってあるんだね。すごいですね。あ、でもなんか、どこだったかな？どっかのやつであった気がする。でも、
徒歩で歩いてっていうのもあるしね。うん。ポイ活でいろいろ。まあいろんなのがありますからね。ね。TikTok 見てるだけでポイント稼げるみたいなのね。そうそうそう。いろんななんか稼ぎ方があるっていう。メールの方が届いてますので紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、おすすめのゲーム、マリオカートと、スマブラは絶対に外せません。あれ、あ、どれも、なんだったっけ？これなんて読みましたっけ？どれもの後です。迫力。迫力あって面白いので、個人的にも2つ挙げるなら、バイオハザードももちろん。うん。バイオハザード。私、バイオハザードやったかな？なんかやった覚えがあるような、ないようなって感じですね。あとこれ、これなんて読みます？これ何のシリーズ？見えます？あ、竜が如くですね。竜が如くシリーズ。新作の竜が如く8。うん。ガイデンも発表され、竜が如くシリーズは20周年を迎えました。僕も全シリーズやりたい。個人的に主人公の桐生一馬と真島のお兄さんが好きですと来ております。ほう。竜が如くやったことないんですよね、まだ。やったことないな。面白いらしいですよ。ああ、そうなんだ。はい。へえ、私もやるとしたら、あれかな。あの、ニンテンドースイッチで、マリオカートはやってみたい。ああ、マリオカートはもう、絶対外さないですからね。うん。どんな感じに、あの、スーファミ時代からやってる私にとって、どんな感じに変わってるのかっていうのをちょっと見てみたいですね。うん。なんかすごい迫力があるって感じ。まあでも、まあ立体感はあるかもしれないですけど、うん、まあ、あんまり変わる気はしないかもしれないですよ。あ、そうなのかな、はい、買ってみようかな。買ってみようかな、だんだん。まあスイッチの場合は、あの、うんうん、過去のゲーム結構遊べたりしますから、ね。ああ、するね。うちの妹がよく、64のやつこれ出たよとかって教えてくれるんですけど、うんうん、全然触ってないですね。あれ懐かしい、やりたいっては言ってるんですけど、なかなか時間が取れる。うんうん、沖縄大好きさんが、多分続きでしょうね。あ、そういえば、ニンテンドースイッチで、竜が如く、極みが、配信されてるみたいっす。竜が如くも全シリーズやりたいって来てますね。いやー、いいっすね。いいね。パパヤ沖縄 T シャツ屋さん、いや、本当に、コースとこで5万弱で売っていったときに買えばよかったって聞いた。プレステ5ですね。プレステ5。プレステ5って一体いくらするんだよ。まあ、8万します。どう？で、最新のプロバージョンが11、2万ぐらいです。やば。まあ、まだ発売前ですけどね。やばいね。やばいね。まあ、海外向けの製品ですからね。あんまね。やっぱり、インフレ。値上がりしてますね。確かに。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。お願いします。来週のテーマは、寿司です。というのは、これ決めたの、陸海空さんです。いいですね、お寿司。お寿司、好きな寿司ネタでもいいし、回転寿司で最高何皿食べましたよでもいいし、寿司にまつわるものなら何でも OK でございますよ。カープボイさん、小刻みモーリーの鼻歌が全然わからん。笑い。あの、リアルタイムのやつですね、それ、うん。私も聞きながら来ましたが、なんと長くで答えてきましたが、わかりません。でも、小刻みモーリーさん、最近、鼻歌だいぶ上手くなった気がする。そうなんですね。うん。鼻歌クイズをやってるので、はい、あの、最初ら辺は全く、はぁって感じだったのが、最近多少わかるようになってきた。慣れてきたのかな。で、僕も一個出しましょうかね。何でしょうか。あ、待って、わかる。ウルトラソウルでしょ？正解です。
カーボボさん、名前呼ばれたら間違ってるよ。俺も一緒だったけど、そうなの？え？そうなの？わかんない。後で聞いてみよう。旦那が多分聞いてるはず。私、最近カラオケ行ってないなと思って、はい、旦那が最近カラオケ行きたい行きたいって言うんだけど、はい、タイミングが合わない。わぁ。家で歌っちゃったらいいんじゃないですか。旦那はね、よく歌うのよ。ドライブしながら歌ったらいいんじゃないですか。ああね。でも私がほとんどスマホを操作しなきゃいけないっていうパターンなんで、あ、それはそれで大変なの。大変ですね。そう。だから、やっぱカラオケが楽ですね。カラオケが楽だね。家から近いし。はい。うん。今度近々行こうかな。行けたらいいな。そうですね。あの辺結構カラオケありますからね。ある、ある。結構ある。はい。ということで、お時間来てしまいました。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミスターのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。次珍しい。パパヤさんはたまに来てくれるんだけど、まさかのひふみさんが来るとは。毎日結構歩いていけますね。そうそうそう。めっちゃ歩いていける。ちょっと頑張ればジョイまで行けますね。いけるいける。ジョイめっちゃ高校時代行ってたもん。はい、あと、夜飲みながらだったらクラシックもありますからね。あるね。あるね。あるね。いっぱいある。いっぱいあるからさ、カラオケ屋さんが。行きたいのよ。3年ぐらい行ってないんじゃない？多分。3年はないかな。1年は行ってない、確実に。2年半ぐらい行ってないかも。一緒に。数量予約限定商品の、超合金。ボルステス V のアクションフィギュア定額65,000円。え高っ。高っ。メルカリ、アマゾン、ヤフオクで見たら15万円になっていた。やばいね。結構上がるんだね。フィギュアね。フィギュアか。昨日、あれあったけどな。UFO キャッチャーで。初音ミクのフィギュアを取って利用者さんにあげようかと思ったけど、難かったのでやめました。沖縄大好きさん、武蔵さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやいやいや、まさかね。よいしょ。昨日、このイヤホンのことで、ラジオ沖縄さんの、ユーリキアさんがやってる番組に、なんだっけ、旦那がイヤホン買ってあげたがどうのこうのって言ったら、話題がめちゃくちゃ飛びまして、私のイヤホンが4万円だなんだかんだと、いう話をしてましたね。4万円しなかったんだけどね。4万社デジだ。欲しいとは言ったけど。欲しいとは言ったけど、そんな高いものは買えませんな。ケイさん、これってもし剥がれたらっていうか、こんな感じになったらカバー変えれるの？これは変えれるものと変えれないものがあるので、おすすめは、ちょっとお値段するんですけど、うんうん、ヘッドホン、ストッキングっていうのがあるんです。